はいさい、今回は八重瀬町にあるぐしちゃん城跡に来ていますね。こちらぐしちゃん城内の宴です。門が閉まってますね。たまに開いてる時もあるんですが、よいしょ、お邪魔します。ということでね、こちらもね、何やら釜っぽい感じがしますよね。まあね、こちらのグスク、そんな大きいグスクではないんですが、何か所かね見どころがあったりするんでね。あ、ハイビスカスが、八重咲きのハイビスカスが咲いてますね。かわいいですね。何か所かね見ながら回っていきたいと思います。まあ、こちらね、まあ、戦争の激戦区のね南部なんで、慰霊碑とか多いんですよ。なのでね、まあ、一つ一つはさすがにね紹介すると長くなっちゃうんで、軽めに。案内したいと思います。まあ、こちら土佐の塔、土佐が関係あるんでしょうね。説明書きがねあれば読めたりするんですが、お邪魔します。そしてね、実はね先ほど画面中央に見えてると思うんですが、風が強いな。今日ね外部マイク持ってきてないんでね、風の音がほぼうるさいのはすいません。で、画面中央あたりにねアヒルのね、今アヒルの形をした岩があって、アヒル炙り、まあ、花城海岸って呼ばれてる場所で、先ほど実はね向こうから来たんですよ。でね、その側にグリーンがあって、グリーンというか芝生ですね、あれは、サザンリンクのゴルフ場です。そしてねゴルフ場の左側かな、もう先っぽですね、そちらにギーザバンタ、ギザ地区のね幻の竹滝と呼ばれている場所があります。まあ、ちなみに花城海岸アヒラーブリー行く前にそちらも寄ってきました。まあ、またねどっちの動画も見てないよって人がいたらね、こちらも、自然がね豊富な動画となってるのでね、そちらもぜひ見てください。でね、今日ね朝から沖縄はね晴れてるのでね、めちゃくちゃ青空ですよ。沖縄がねこんな快晴って呼べるくらいのね雲が少ない晴れは珍しいんですよ。まあところどころにあったりはするんですが、それでもねめちゃくちゃ少ない方です。よいしょ、雲の巣、木と木の間とかね通るときは雲の巣があるんでね、気をつけないといけないですよね。こちらからの眺めも最高なんですよね、高台だから。ただね、干潮になってるんでね、手前まで海が見えないのはねちょっともったいない感じではあるんですが、それでもだいぶ綺麗ですよね。本当に晴れてるとね、青い空のおかげで海までね青々いい感じです。よいしょ、よいしょ、暑いな。
32度ぐらいあるみたいですね、今日の昨日は。映像的に風の音が入るとまずいんですが、この、ね、炎天下の中歩いてる僕にとってはね、風が唯一の救いだったりしますよ。よいしょ。慰霊碑なのかな、戦争で亡くなった方々のお名前が刻まれてるのかもしれないですね。こちら慰霊顕彰碑があったりね、本当に沖縄本島は何度もね、戦争で激しい戦いがあった場所なんで、こういったね戦争にまつわる慰霊碑とか多かったりするんですよ。クモの巣、なんだクモの巣ばっかり顔に引っかかっちゃってる。でもね、この自然がね多いからね、まあクモもいるってことでいいですよね。よいしょ。そしてこちらね、あ、読めねえ、まあ山梨県って書いて、県を書いてないか、山梨って書いてるんだけどね、上のね、盆地でもないけど、なんて組むのかな、あれ、モースなのかな、なんだろう、ちょっとね、しかもね、逆光かなんか分からんけど、画面が全然見えない、映ってるのかな、まあ、こんな感じでね、いろいろ、あの辺にもありますね。この塔の大東亜戦争において沖縄及び日本外地で参加された山梨県出身、戦没者の慰霊祭り、やっぱり亡くなられた人をね祭ってるんだこれ。そうって感じで、牛ちゃん定石はね、城っていう割にね、どこに石垣があるのか、最初のね廃所の一角は探せるんですが、他はねどこに石垣があるのか分かんないんですよ。石垣というか石組みですか。ああやってね岩で積み上げられたね石組み、こんなとこから歩いたらまたクモの巣にやられる。奥にもありますね。最後に、ね、絶景がね見れる場所に行って、そこで終わろうか。いい眺めですね、本当に最高だ。というわけで、今回は八重瀬町牛ちゃんのね城跡、牛ちゃん城跡に来ていました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね、バイバイ。